はい、お疲れ様です。山です。モンスターハンターストーリーズ2続けていきます。さあ、まずは報告しに行きましょうか。前回のね。はい、戻ったか。どうであったか。言ってた通りだ。よくわかんないけど荒れてたんだよな。でも大丈夫だ。パオウルムーは俺らで追い払ってきたぜ。よくやってくれた。だがまだライダーとしての力は未熟だ。この程度では卵の運命は背負えぬ。ぐにゃにゃ。だったら他に困っていることはないのか。それを解決して俺らが未熟者じゃないって証明してやるよな、ライダーさん。ハルツガイの岩山でモンスターの被害に遭う村人が増えている。そのモンスターは岩に擬態しているらしい。モンスターが岩に擬態だって。ん、見たことがあるようなないような。村の者では確認ができなかった。その正体を明らかにしてもらいたい。俺も引き続き彼らに同行します。ああ、頼んだぞ。はい、よかったね。また一緒にいてくれるんだ。はい、見ざる敵、伝承の儀を授かるライダーとしては未熟と言われ、山は新たに課された試練を受け入れる。岩山に潜み人々に傷を与えるモンスターの正体を突き止めるため、山は一路ハルツガイを目指す。はい、新しい場所だって。どうだ。うん、はい、でかいのかな。はい、どうした、大事ないか。はい、まあ未熟なのは実際そうなんでしょうけども、なんか厄介事をやらされてる感じはなんとなくするけどね。なんか面倒事をやらされてる感じもあるよね。いや、そんなこと言っちゃダメだよね。さあ、じゃあまず前回ゲットした卵、パオウルムか。これちょっと孵化させようか。で、ここでちょっとランマルは厳しいかな。どうでしょうね。パーティーがね、もういっぱいなら変えてもいいかもね。凶悪な顔してるね。はい。あー、はいはい。いいんじゃない?で、あ、もう一体持っていけるか。いけないか。ダメっぽい。じゃあ、ドスファームもいらないんだけどね。どうしようかな。でもね、ランマルジャンプがあるから、すごくいいんだよね。突進。どうしようか。テクニックタイプがいっぱいいるから、どうしようかな。クルルヤック外そうか、とりあえず。外して、こうかな。ドスファンゴもいらないんだけどね。アップノート、あ、これはいい。いや、はい。これでいこう。はい。さあ、あとは遊びね。装備をちょっと変えようか。あれ?出て降りる。こっか。さあ、ずっとランポス装備でやってきたからね。で、この装備さ、なんか若干こう体に干渉してるというかね、なんか変な感じになるんだよね。はい。で、新しいね、装備を、作りましょう。はい。どうしようか。どうするんだっけ。はい、じゃあ、顔作ろうか。装備、武器に関しては、このウルムナイフと、ウルムホルン。まあ、狩猟部ですね。まあ、モンハンで言うとこれってさ、サポートタイプの武器だよね。味方を、にバフをかけたりするんだよね。ちょっとわかんないけど。だからまあ、あんま使い方よくわかってないんだけど。まあ、でも普通に打撃装備だよね。はい。で、あとは、ペッコティピかな?これ作っていこうか。ちょうどね、作れるんですよね。
、これね。4ポイント。いや、ちょっと待って。うまく、こうか。はい。つか、お金がね、3万7000あるんだ。OK。ね、めっちゃあるよね。なんか、サブクエやってたら勝手に溜まった。で、打撃を、これね。ウルムホルン。4ポイント。ん?これで OK?おい。さあ、あとは、ああ、これね。まあ、各属性をね、一個ずつ上げたいというか、作りたいというかね。OK。ここで一通り揃ったね。で、あとは、防具か。防具、あ、これかっこいいよね。アンジャナフ。で、ウルム装備を作りたいとこな、おお、すげえ。なんだこれ。兵士みたい。だけど、素材が足んないんだよね。ちょうど1個足んない。なので、アシラ装備。青アシラだっけ?これの素材はめっちゃ持ってるから。あ、強化もできるかもね。ね。で、作っちゃおう。うん。オッケーオッケー。ね、結構見た目スマートなんで、まあ、ムービー中もね、大丈夫でしょう。邪魔をしないというかね。で、強化できそうならしたいんだけど、ナイフとかさ、できないかな。わぁ、全然足んない。めっちゃいるじゃん。アプケロス素材もいるんだ。へぇ。エッコティビーは。あぁ、ダメだ。青会長素材。全然足んないね。青アシラは?うわ、ダメなんだ。アプケロス。アプケロスってなんだろうね。この大陸の、草食竜かな。はい。まあ、こんなとこっすかね。だいぶ変わったんじゃない？見た目は変わったけど、装備的にはどうだ？ナイフは？攻撃力が12上がったんだ。すげえでかいよ。まあ、その分、毒がつかなくなったんですけどね。まあまあまあ、全然強いんじゃない？で、ホルンは、攻撃力30なんだね。元が25だから、でもそんな変わんないか。そうなんだ。まあ、でも増えば違うね。サポートタイプだから、一緒に比べちゃダメだよね。で、これは、はいはい、10ぐらい上がってんのか。すげえな。え?いいね。なんか、武器の色が変わってんだよね。ランクが1個上がったのかな。レア度というかさ。さあ行きましょうか。あとはやることないよな。あー、お祈りしていこうか。お祈りして、どうしようか。経験値、あー、最終アイテム 1.5%、はい、アップ。うん。で、お供えがもうちょっとで切れるから、あ、これかな?リザルトが73ポイント出るやつね。あ、キレがいい。ね、挨拶のキレがいいよね。はい。でけえな。相変わらず。さあ、どこ行くんだっけ?マップ。見てみて。うわ、全然わかんないね。未踏の地だね。宝箱、あ、取ってないんだ。取って、まあ、見ながら行こうか。で、素材のさ、強化素材にあった、アプケノスだっけ?ちょっとやりたいよね。こいつじゃないよね、多分。何回かやったんだよ、確か。戦闘はね。だから、多分ね、でっかい首長竜じゃないかな。と思うんだよね。一回もやってないしね。なんか、強そうでなんか手が出せてないとか。一回なんか殴りかかってもいいかも。OK。これがね、取れないんだよ。OK。閃光玉。閃光玉はね、浮いてる敵に効果的なんだって。空飛んでる敵を一発でね、叩き落とすんだって。あ、いてて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 。あいつをさ、やってみようか。
全然悪いことしないね。あー、そこにあんのか。ちょっと待って。あれね、突進で壊せるんですよね。あ、そっか、いや、いるわ。ドスファンゴいたわ。さあ、これ誰だ？リモセトス。全然知らない人たちだ。殴ろうか。あ、100人すげえ。ここから戦いかけるぞ。なんか申し訳ないな。めちゃくちゃ弱かった。やるじゃないか。なんかただ安心したぞ。ただご飯食ってただけだのに。あ、すげえすげえすげえ、めっちゃいい。トロ肉、首長竜の皮。はい、ちょっと違ったね。これクル、なんだっけ、クルペッコだっけ。後ろから、あっち向け、あっち向け、やっちゃおう。強いのかな。はい、クルペッコだ。色違いだよね。あ、V100 あるんだ。うわ、さあ、ハンマーが効くのかな。いいね、新しい武器だ。うわ、ちょっと見えない。でかくない？クソでかいよ。何が？癒しの メロディー。あ、味方のやっぱサポートだよね。いいね。味方全体の HP が少し回復。状態上治療。うわぁ、めっちゃいいじゃん。HP が徐々に回復。うわぁ、いいね。全体的にいいね。普通のハンマーじゃなくてこっちの方がいいかな。プロテクトソング。はい。OK。さあ、もう一個も破壊しちゃおう。いいね、エフェクトかっこいいよね。あ、ハンマーじゃないんだ。変えないとね。胴体。うわ、すげえ、めっちゃ効いてる。リベンジ？アイスドリル。うわ、すげえ。まあ、助かってるけど、戦いだったな。助かってるから言っちゃダメなんだろうけども、だいぶやっぱ、難易度はそんな高くないのかな、このゲーム。ねえ、味方が強すぎる。あ、最長？ん？はいはい。はい、倒した。で、このね、バッテンのこの岩が多分ね、壊せるんですよ。ドスファンゴ。この突進持ちのオトモンであればね、そう、壊せるんですよ、確か。え、もう嘘ついたわ。嘘ついちゃったね。壊せないっすわ。壊せそうなのにね。あれ違った？はい、じゃあ戻します。じゃあ行こうか。何もなかった。うーい、落下ダメージとかないんだ。あ、ちょっと待って、金のモンスターも座る。ちょっと行っとくか。装備もね、新調したしね。どこだ？結構周り敵がいるね。ん？これさ、最初の村にいたモンスターじゃない？この。あ、ちょ、渡れないんだけど、マジか。え、なんかあの、バナナの皮みたいなのくっついてるよね、首に。あれいたよね、最初の村に。金の巣行きたいな。行っとこうか。降りられる？行けるね。ほい。ほい。ほい。古代巣がいっぱいあるな。白銀の糸だってかっこいい。欲しいね。個人的に欲しいね、白銀の糸とか。めっちゃかっこいい。入ろう。はい、
さあ、まあここもね、まあ寄り道なんでサクッと。うわー、ちょっと待って、強そうなんだけど。やべ、止まった止まった、止まんない、止まんないで、止まんないで。うわ、めっちゃ来てる。あ、短い、めっちゃ短い。ちょか、もういいか、取っていこう、サクッとね。雷光虫、かっこいい。紅珊瑚、はい。なんか新しい素材の名前聞くとどれもレアに見えるんだけど、そんなことはないの。雷光虫、はい。さあ何が、とてもいいまでは見たことあるよね。できればそれ以上見てみたいけど。いや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 、まだだね。あれ違うな。なくなった、うっそー、レアなのに。マジか。あ、重さってさ、なんかあんのかな。これバレたらどうなのこれ。大丈夫か。ちょっと残念だね。レアだけど。まあ、こういうこともあるっていうことっすね。まあ、ちゃんとね、毎回取れるわけじゃないと。OK。見るからにテンション下がったけど。はい。はい、上に宝箱があるけども、これは、上から降りてこないとダメだよね。ダメだ。行っちゃおうか、このままね。どこだっけ、ハルツガイの岩山。なんか金の巣とかないかなとか思って。これどういうあれで変わるんだろうね。マップの切り替えでさ、出る、新しいのに変わんのかな。まあ、それだと結構楽かな。はい、岩山。久しぶりだな、レドと来たことがある。レドじいちゃんと来たのか。まだレドと出会って間もない頃だ。その話聞かせてくれよ、ライダーさんも聞きたいよな。幼い頃からレドは村の者に好かれ、あいつの周りにはいつも誰かがいた。誰もがレドに興味を示していた。なのにあいつは興味を持たない俺の後ばかりつけてきた。アルマ、置いてかないでよ。ついてくるな。お前がいるとアイルーやらいろんな奴らがついてきて煩わしい。待ってってば。うわっ、いった。モンスター。モンスターが擬態していたんだ。アルマ。何をする？アルマ、ありがとう。ありがとう？だってアルマに助けてもらったから。モンスターを追い払っただけなのに感謝をするなんて、人間は変だと思った。助けてもらったら感謝するのが当たり前だろう。俺はただモンスターを追い払っただけだ。アルマは本当に変わったやつだな。さっさと擬態してるやつを見つけるぞ。おい、岩を選んで調べるぞ。おお、もうは、擬態してるやつがいるかもしれないんだ。了解。で、アルマは、レドが、なんだろう、見た目の年の頃から、見た目が変わってないよね。ってことは、どうなんだろうね。まあ、あれからもう50、60、70年ぐらい経ってるってことかな。すごいね。
見た目全然変わんないんだ。今気づいたけどさ、主人公の背中に乗ってんだね。ナビルーは。はい。ちゃんとね、主人公の目線に立ってね、見てくれてるということで、猫タクは寄らないかな。これさ、全滅したら返されるんだよね、村に。だから全滅したらこう、セーブポイントからやり直しとかじゃないよね。であればそんな、あ、いっぱいある。これでしょう。この中のどれかでしょう。危ないね。ん？あー、砥石。あ、調べるってそういうこともできんの。あれはなんだ？やっちゃうか。それは。なんだか変な形の岩だな。どれどれ、座り心地はどうだ？待て、座らない方がいい。そろそろ俺も休憩したいからいいだろう。ほら、ゆっと。ふにゃ。やはりそうか。うわ、バサルモス。ハンマーか狩猟笛の出番だ。オッケー。さあ、結構早めに見つかったね。さあ、ちょっと武器持ち替えて、あ、ちょっと、エールかけとく？味方全体の全属性攻撃力が上がる。かな？これにしとこうか。で、味方ちょっと強化して、あ、で、相手パワータイプだよね。だから、ランマルでいいよね。ん？テクニック攻撃？マジで？やべ、ランマル死ぬかも。お前に助けられるとは。うーわ、危ねえ。危ねえ。意外にテクニック攻撃なの？敵は。テクニックタイプなのであれば、ドスファンゴ出す？いや、わかんないよね。たまたまなのかもしれないし。なんとも言えねえなぁ。どうしようか。イアンクック出しようか。とりあえず。とりあえずね。で、武器を持ち替えて、ホルムね。で、スキルは、味方全体の HP が徐々に回復。これつけとこう。あ、またテクニックだ。テクニックタイプか。え？演奏できてんのさ。OK。全然壊れないね。はい。そうか、テクニックタイプだったんだ。まあちょっとバフかけたんで、まあ、切れるまではこのままいこうか。で、パワータイプでいこう。よいしょ。もう全然だね。V 破壊ゲージ全然進まないんだけど。はい。殴って。毒ガス。よいしょ。全然減らないんだけど。あれがさ。ごめん、ちょっと倍速にした。忘れてた。で、まあ、しばらくこれでいこうか。これしかないもんね。なんかある？あ、そうか。エールってさ、別に武器限定じゃなかったんだ。主人公の、なんだ、こういう技みたいな感じなんだ。武器変えてもね、残ってる。まあいいや、殴ろうか。お、いいね。うわ、全然減ら、あ、え、飛んじら、やるじゃないか。おお、感心したぞ。
逃げたんだけど。目の前にいるんだけど。ちょっと。マジか。これま、道理でなんかこう早く敵とね、遭遇したと思ったけど。じゃあちょっと、音ももう変えとこうか。テクニックタイプだったよね。ロスファンゴにしといて、装備も、なんだ。一番目のやつを、ブルームホルンにしといて、はい。これでいこう。で、ちょっと回復？どうなんだこれ。ああ、早い。止まんない。すげえ扱いにくいんだけど。ほんとセーブだけだっけ？回復できなかったっけ？あ、ちょっと待って、これで解放するんだ。やべえ。スルーしてるやつ結構あるかもしんない。はい。ということで今回これで以上ですね。次回、追いかけて仕留めたいと思います。ということで。ありがとうございました。